ロッテ、半日おもちゃ販売で批判殺到。先日、ロッテが、日本の伊藤博文暗殺や、大日本帝国に対する韓国テロ集団による襲撃事件をおもちゃとして販売していることが確認され、現在、批判が殺到しております。こちら、明らかにテロ行為を 称賛する形になってしまっており、ロッテのコンプライアンスはどうなっているんだと思ってしまいますが、まあ、こちら、伊藤博文暗殺事件のおもちゃにおいては、まあ、使用されている銃器、武器がおかしいという問題もございますけれども、まあ、他にもこういった日本の侍との 戦闘においてファンタジー作品も販売されているようでございますが、ロッテには速やかにこのようなテロ行為を称賛するおもちゃの販売を停止していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。